はい。皆さん、こんにちは。高橋咲子です。えっ、ー、と、今日はですね、耳より情報を皆さんにお届けしたいと思って動画を撮ってます。そちらが、じゃじゃん。あ、消えた。はい。今井隆先生の、楽楽売る人の頭の中。頭の中でいいんだよね。あ、これですあ大丈夫大丈夫。はい。売ることがどんどん楽になる本ていうことで、あの、マインドブロックを外す本になります。 ね、あのこちらの中、あの、拝読させていただいたんですけれども、私、ちょうど今ですね、感情科学術って、まあ、こちらの本は出しているんですけれども、あのこの本の、えー、考え方のさらにもっと、えー、前提条件として、えー、売っていくのは楽しくなるっていうね、楽になるっていう、そういう考え方で、ね、すごく共感できる内容がたくさん書いてあるんですよ。だから、これを あの、本はね、もちろん皆さんにお勧めしたいし、なんと、講演会今度やるんです。今井さんがね、今井先生が。で、それが、えっと、9月の3日の13時から16時ということで、東京の日本教育会館一橋ホールって開催するんですよ。で、こちらがなんと、高橋隆子由来紹介、無料でご招待っていうことで、はい、あの、今井先生、太っ腹ありがとうございます。ということで、あの、 URL とかですね、ご案内の方はこちらの案内文の中に載せておきますので、ぜひこちらの方ね、皆さん行っていただきたいんですよ。ページの方がね、こんな感じのページになってまして。よいしょ。はい。あの、こんな形のドドンと講演会、なんと無料ですね。はい。で、参加者には著書、プレゼント。すごいですね。無料だけどもらえるのかな <laughs> 大丈夫と思うけどはいお金が集まる人っていうのはこれ知っといた方がいいですねメンタルがね整ってないとお金入ってこないですでこのあたりをね手放すっていうブロックを外す本になってますお金を引き寄せる考え方同じやり方でも売れないメンタルブロックの外し方ですねという効果が手に入るこの講演会です 楽々売る人と苦しく売る人。ちなみに私はもともと営業職でしたので、売ることにマインドブロックはもともとありませんし、あの、販売するっていうことは、そんなにこう罪悪感を持ちながらね、皆さん売ってる方多いんですけれども、そんなことないですから。<laughs> っていうのを普段から言っているのを、さらにもっとわかりやすく解説しているのがこちらの本なので、ぜひ、こちらのね、講演会の方を 言っていただけましたらと思い、今日はお誘いということで、あれ、共有切れなくなっちゃったでしょう。はい、お誘いということで、えっ、ー、と、講演会の方の、えー、と URL 申し込みですね、えー、ポチッとしていただいて、9月の3日、ぜひこちら参加してください。で、ちなみになんですけど、私、ごめんなさい、会場行けないんですよ。その時に、 あの私のサロンメンバーの合宿が1年前から入っている9月3日と4日っていうのドンピシャで日付が当たってしまいまして私は参加できませんだから誘ってるからきっと私が来るんだろうと思ったがはごめんなさいちょっと参加はできないんですがいい講演会なのでぜひ皆さんに行っていただきたいと思いましてお誘いのメッセージでしたそれでは皆さん頑張って行ってきて <laughs> さようなら